はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回はこっちかな、こっちかな。じゃあまずこっちはね、最後にしよう。はい、ではこちらから開けていきます。サンマルコ、まあサンマルコなんで何が入ってるかもうお分かりだと思いますね。はい、じゃじゃん。ここなんか入ってる。あとは新聞だけだ。はい、出てきました。はい、こんな感じ。はい、フラットな感じでするーと、ほら、いいでしょう、このはい、サンマルコって書いてあります。 SPID って書いてありますね。柔らかさもいいんじゃないかな、これ結構そんなすごい柔らかいわけでもないし、これ見てわかると思いますけど、これちょっともっと近づけようか。はい、ですね、これカメラ近づけてみてるんですけど、これなんで近づけてるかというと、このシートの柔らかさとか、このクッションの柔らかさとか、あとこのシート自体って実はこれバネになっていて、こう動くんですよね。こう押す、上から押すとわかるかな、こう全体がくにゃくにゃって動くでしょ。この感じとか、あとはこのそれぞれのクッションのこの指でこう押した感じの柔らかさ、この両方を使ってくれるんで、結構ね、こう触って硬いなとかって思っても、こうやって掴んでね硬いなと思っても、実はここのねクッションが結構効いていて、意外と良かったりするやつも結構あるんですよね。まあこの場合はこれぐらいのこうした感じで、分かるかな、こういうしなりのあるタイプ、はい、こんな感じのやつになります。これちょっと細部ちょっと見ていきますけど、まあこういうね、まあ、合皮になるんですかね、こういうタイプで、あとここにねちょっと縫い目があるんですが、まあ僕の場合、まあここならまあ許せるんですけど、こういうとこに時々ね縫い目があったりとかするやつあるんですけど、あれだともう濡れてしまうと、もう縫い目からもう水いっぱい入っちゃって、で座った後にね、ここの線から水が出てくるっていうのがあるんです。まあそれは嫌なんで、こういう縫い目のないのを必ず選ぶようにしてます。はい、これ後ろはね多分これ綺麗になっていて、もしまあ中が濡れてもここから揮発していくよっていう、多分そういうつもりで作ってんじゃないかなとは思うんですけど、はい、あとね、まあ多分こう、まあ、こんなここで空気はこう結局押されると空気が出たり入ったりっていうのがあるから、そういうのもあるかもしれないですけど、ちょっとその辺は分かんないですが、あとサンマルコの S なんでしょうかね。ここに SS って書いてあって、ここにも S って書いてあります。意外とこうちょっとおしゃれですよね。このあとここの作り、やっぱりねいいやつってここの作り綺麗に切ってありますよね。よくまあ本当に安っぽいやつというかね、安いやつっていうのはもうここのところがベロ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 ってなってて、ただこうステープル打っただけよっていうような、そんなようなやつがありますけど、それとは全く違いますね。作りが非常にいいです。でこちら、ここのところにまあ当然ですけどメモリが、センチかな、インチかな、どっちだろう、ちょっと分かんないですけど、メモリがついてます。いいですね。
はい、これをここにある今ちょっと頭しか見えてないですけど、これ折りたたみ自転車につけようかなと思ってます。今ねすっごいでっかいのがついてるんで、でまあこのどうせ椅子買えるんだったらと思って、これもともとねついてたやつが、短いんで足がね曲がっちゃうんですよ。なんでちょっと長いやつに変更してます。あ、変更しようと思いまして、これ購入しました。はい、じゃあこっちもねちょっと開けてみようかな。こんなね細長いのもあるんですね、箱が。こんな細長い箱のアマゾンから送られてきたやつは初めてかな。まずは紙が出てきて、はい、軽いっすね。これこんなプチッコ持ってるのに軽く持てる。わかる、これ普通ね重たいもんだったらこうやってここの点で2本の指で持ってたらもう重ーってかね、軽ー、すごい軽い、はいです。じゃあ開けてみましょうか。やばい、あ、いつもの剥がれるタグがついてました。ここは挟んで、はい、マイクロヒーローって書いてありますけど、別にまあこの辺りはちょっと有名メーカーというわけではないんですが、まあ、売ってる中でも軽いやつを購入しています、はい、これ 330g で、売ってたやつです、はい、実際 330g って売ってて本当はいくつなんだろうとか時々思いますよね。じゃあ測っちゃいましょう。はい、ではちょっと測ってみましょう。269、このポールだけだと269ですね。で277、285で、こういったのも302で、さらにこの丸いやつ315、あとネジがね2つ、このネジはねちょっと重いですよ。はい、327。実際売ってる時330って書いてあったけど、それ切ってますね。まあ本当に 3g なんですけど、少ないです。多く見積もって書いてるんじゃないなっていうのが、多くというかね、少なく見積もってっていうんですか、そういうわけではないなってんで、なかなか感心しましたね。はい、330、約330、いいですね。でこのサドルの方なんですけど、サドルは、販売時いくつだ、 292g って書いてありますけど、今 297g です。こっちはちょっと重たいですけど、まあこれねスポンジで、今日湿度高いです、外雨降ってるんで296だから、もしかするとその分ちょっとだけ重たいかもしれないですけど、まあけどまあ大体売ってるのと 5g 違うかなってぐらいです。はい、まずですね、こちら部品をそれぞれ組み立てていかないといけないです。これ結構ね形ややこしいでしょ。こいつを組み立てていきます。はい、ここだけちょっとねアップにして組み立てていこうと思います。はい、
が見えるのちょっと気になるな。はい、まずイメージ的にはこいつがここにポイはまるんですけど、これはまった状態で、で、こうなってここにこう来るんですね。L?で、こっちの穴の大きい方、ちっちゃい方と大きい方なんで、ちっちゃい方から入れます。そして、まあこれは後でいいんですけど、こいつをつけときます。くるくるっと、ちょっとだけ。で、こっちも、こいつを、くるくるっとつけておきます。で、こういう感じで、ここにこういう風にはまるんですね。こんな感じのイメージで、微妙にこれ斜めになってるの分かります？ここ、これまっすぐこうじゃなくて、この棒に対してちょっとこうな、こっち向きに斜めについてるんですよ。要はこっちが後ろってことですね。で、この状態でこう合わせて、これは均等ですね。最後なんでこういう風にして、こういう風にして、まあ、これちょっと一回かかってここはめちゃいます。はめちゃって、でこれだけ止めちゃうかな。結構出ないかもしれない。もうここまで来たらちょっと、ワイドにしますね。はい、結構手元集中するんで映ってないかもしれないです。この辺を狙えばいいね。必ずこの辺でやりますので、はい。で、まずこっちこういう感じで映像かな、後ろがこっちなんで、こんな感じ、こんな感じになります。はい、こういう感じね。で、あとこいつがここに入って、はい、でもう仮決めしとこう。こいつがね、一緒に回っちゃったら意味がないんです。長いからね、ボールが。ぐらいのところまで締めちゃいましょう。形がねこの時点でおかしくても、ちゃんとセッティングしてから合わせればいいんで、もうここではもう締めれるだけ締めて、外れてまたややこしいことにならないようにしておけば、ね、いいと思います。本当は後にはめてもいいんだけどね、どっちでも後にはめると映した時に分かりにくいんで、こっちではめてます。じゃあこれちょっと締めてみますね。はい、これで一応ね、まあどういう風になったかは分かんないですけど、角度がこれで正しいかは今この段階では全然分からないですが、こういう風にはまりました。はい、一応これだけです。はい、ではですね、次こちら外していきます。まずまあ前に紹介したこちらの
ボトルケージ外します。でこれ外しますね。はい、持ってみて全然重さ違いますね。すごい、もう全然軽い。はい、これをここにはめます。うん、こうやって中も赤いのかな、これだん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 色はげてっちゃうのかな、ちょっとその辺はまあ気になりますが、一旦ちょっと一番長いところで止めてみます。はい、こんな感じ。あ、いいですね。あ、ちょうどなんかフラットな感じにできてますね。あ、いいですね。なんかいいところで止まってました。で、あれか、これね、タイヤじゃない、ハンドル近いんで少し下げちゃいましょうか。下げ目で、まずはちょっと下げ目でつけときます。はい、これでいいと思います。じゃあね、ちょっとまたいでみましょう。はい、ではですね、ちょっとまたいでみますけど、すごいね、赤が強調されてます。うん、ちょっとこれ高すぎる。あ、ペダルもかかと届かないです。ひとまず今の状態から3センチぐらい下げてみますか。それでも前の状態よりも、前がここなんでね、10センチ近く上がってますね。これでもまだかもね。よいしょ。あ、ちょうどいいかな。あ、つま先がギリギリ両方つくぐらい。あ、けどまだかな。けど靴履くと多分これいけんだろうな。靴履くと多分ちょうどいい。まあいいや。今はですね、靴履いてないんで、もうちょっと2センチだけ下げておきます。はい。これで、はい。で、かかと、ちょっとつかないぐらい。はい、これで、おぉ、いいですね、ぴったり。ちょうどいい感じ。はい、これで70ですね。実際メーターというか測る機械で測ってもらったことがあるんですけど、ポジションを測ってもらったことあるんですけど、71センチがベストって言ってたんで、ちょっと危ない。だから今ちょっと2センチぐらい下げ目にしましょうって言ってたのが、今ちょうどね、あと2センチ上げると71センチぐらいなんで、ちょうどいい感じになりますね。うん、すごい赤が眩しいですね、この赤いいですね。で、こいつをここに装着。こんな感じ。これだとちょっと遠いかな。ちょっと遠いかな。もう少し上げて、これぐらいで。はい、こんなもんで、あ、いいですね。はい、これで乗れば、あ、いい感じです。うん、いいですね。はい、いい感じでできました。
じゃあこれもうちょっとね、重さ測ってみましょうか。まずちょっとバラします。ではですね、サドルの重さからまず測ってみましょう。はい、ちょっとなんだか変持ってきて、499、499なんで、先ほどが297ですか。そうすると、あの200グラム、だいたい200グラムも軽くなりました。すごいですね。続いてポストの方も測ってみましょう。これね、先ほどのポストと違って、今度はこのポストにはあの金具ついてないんで、ちょっと重さはその分軽いかもしれないです。329、先ほども、330ぐらいだったんで、320いくつでしたね。なんでほぼ同じ、金具を入れた重さとこれの長さが、あ、これの重さがほとんど一緒で、さらに向こう新しく買ったやつは長くなってるんで、まあ軽くなったっていう印象でいいんでしょうね。アニマルランド、はい、はい、今回ですね、あのシートポストとサドル、取り付けてみました。まあ長いもので、長いシートポストにして、元、こんな大きかったサドルからもっと小さいサドルに変更しました。いかがでしたでしょうか。今回はこれで終わろうと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。